はい、皆さんこんにちは。整体院和や生徒ケア代表の岩間です。今回はですね、体が大きくならない選手、特に食べたくても食べれない選手ですね。食べたらすぐお腹いっぱいになっちゃう小食な選手、いくら食べても食べれない、そんな方に対して伝えていきたいと思います。なかなか食べれない人結構いると思うんですよ。ダイエットするよりも多分食べる方がすごく過酷だと思います。食べれないで強引に食べさせられるからね。我慢するっていうのは単に食べなきゃいいだけなので、すごくシンプルなんですよ。普通に食べればいいだけなんで、食べれないのに食べるって相当しんどいと思います。まあでもね、今の考え方っていうと、もう強引に食べさせて体でかくしようっていう古い体質ですね。日本では、海外ではね、そんなことしないんですけど、ちゃんと栄養素を取って大きくしていくっていう感じなんですけど、日本ではもう強引に食べる、とりあえずご飯食べるんだよね。他のね、お肉とかなんか魚とかね、いろいろ考えながら取るよりも、とりあえずご飯とや糖質だから太るし、金額的にはね、安いし簡単だし、でも実際問題はあまり良くないと思います。強引に取らせてるのはその選手にとって負担になってくるので、もしかしたら内臓に負担をかけて腰痛になったりだとか、そういった問題が出てきてしまう可能性っていうのはすごくあります。ただね、今回食べれない人なので、食べれない人の多くが排泄の障害があります。この前来た子もそうだったんですけども、脂質と有害物質、重金属とかね、添加物とか、そこら辺のね、排出がうまくいってなくって、今度は消化がうまくいかなくなっちゃう。だから脂っぽいものを取るとすぐ気持ち悪くなっちゃうとかっていうのも、そういう方ですね。で、重金属、有害物質なんですけども、重金属の量とかって結局このキャパっていうのが人によって全然違うんですよ。ある人はこんなに取れる、こんなに取らないと反応が出ない人で、ある人はもうこれだけでも問題が出てしまう。それによってやっぱ違うんですね。なのであんまりね、ご飯が入っていかない選手っていうのは、ちょっと排泄をね、うまくいくような食べ物っていうのを取ってあげた方がいいと思います。なので重金属の場合だと、豆とかね、玉ねぎ、玄米、そんなものかな、基本は。で、脂質の場合っていうのは海藻類とかキノコ類、そこら辺が脂質代謝に影響してくれるので、排泄に影響してくるので、そういったものを取ってあげると、もしかしたら改善するかもしれないです。で、こういうのを取ってみてもうまく改善しない場合は、一度うちとかね、あとはその検査とか行ってみるといいかもしれないです。そうすれば、何が問題で大きくならないのかとかね、何が問題で食べれないのかっていうのが分かってくると思います。はい、ということで、今日はね、なかなか体が大きくならない、食べれない人に対しての答えでした。はい、ということで、今日も動画をご覧いただきありがとうございました。